ぜひ僕ですか、トラベラーズノートの一応プロフェッショナルユーザーっていうページに一応載せてもらっても細い検索と思ってます。よろしくお願いします。やっと会えた。ただ全然僕自体はプロでも何でもなく、ただ単にドーンとやってます。舞妓さんと一緒にこの、こういう書籍にもちょっと載せてもらったりとかして、よろしくお願いします。あとあれですね、Facebook のトラベラーズノート。忘れてました。主催者ですよね。一応、はい。ぜひフェイスブックやってる方は一緒に対していただくとオンラインでも交流できるかなと思います。やばいやばいやばい、ちょっとやばいに入られましたね。はいどうも、ケンさん TV です。ということで、今回のケンさん TV の旅ログということで、7年ぶりに、名古屋に行ってきました。気づいたらね、トラベラーズノートユーザーが、まあ、結構名古屋方面にいて、まあお会いできなかった方もいますけど、はい、ケンさん TV の旅ログ、名古屋ってことで、ぜひ皆さんお楽しみください。手元だけです、ね、なんかこう、この感じで、とにかくもうこう、こういうのがするのが好きなんですよ。昔から、なんかポスターとかでも、なんかいっぱい、新幹線がいっぱいこう集合とか、なんかチーム、まあ、僕、マーベルが好きなんで、ヒーローが集合って言って、こういう感じにあるじゃないですか。ああいうもともと加工が好き で、それをなんかこう、そんなもともとできないから、でこうアナログで始め出したとか、とにかく貼りまくって、貼りまくってみたいな感じで、すごい。これ何、その元のさ、そのギザギザのやつは何？これは韓国で買った紙。紙、うん、下地は紙を貼って、韓国の、まあ、僕韓国語全然喋れないんだけど、たまたま知り合いになった人が音楽レベルのマネージャーやってて、そこにほぼほぼアポなしで事務所にお邪魔するっていう。これさ、そう、下地の紙をさゲットするって今後の課題だね。そう、なんかやったことない。いいね。だからその今はだいぶちょっとコンセプトは揺らいでるんだけど、なるべく現地で見つけた素材しか使わない。私もそれはそう、私もそれはそう、紙のシステムの手帳もそう、上司カスタマイズいいですね。見たことない人に聞いたことあるんだなと思ってたんですよ。ああいう柄が違うんだ。なんかちょっとこの時の僕は韓国はたまたま知り合った人がこういう、韓国といえば昔は冬のソナタキムチみたいな感じだったんだけど、こういうまあ当たり前だけどおしゃれなことをやってる人たちも韓国の人はいっぱいいて、でまあここにあるこの人形だったりとか、こういうなんかデザインやってる人とかいっぱいいて、そういう人たちをなんかこうもっとおしゃれにできないかなと思ったら、たまたまやっぱしそういうおしゃれな人が増えてるってことは、雑貨屋さんにもおしゃれな紙が結構あって、それをこう貼ったらこんな感じ で、まあ言葉全然わかんないけどフェス行ったりとかで、なぜかスタッフパスをいただくっていう謎の、言葉わかんないのに韓国のフェスでスタッフになっちゃって、どこでも入れるっていう。でもさ、やっぱ楽しいね、見ててね、見てて楽しいね、紙があるとさ。ほんとほんと、うん、全く言葉通じないんだけど、うん、でこう自分で、なんかあれだよね、うん、重ねて貼るのうまいよね、うん、で僕あんまそんな舞妓さんみたいに飲まないんだけど、まあこういう時だけは解放して、まあもともとマッコリは好きなんで、マッコリをこうたしなんで屋台でこうただひたすら飲みまくるっていうことをやって、でこれが自分のこのこいつのデザインをやってくれた方が、このサーカスボーイバンドって今韓国で、まあ、かなりイケてるデザイナーチームなんですけど、まあ、この方なんですけど、この方がまあ昔から好きでずっと追いかけてたら、向こうからメールいただいて、なんかいつも応援ありがとうございますかという感じで、でそこからたまたま日本語ができる方だったんで、ずっと交流続いて、でまあ交流が10年続いたんで、このデザインを作ってくださって、まあ本当は、まあ、依頼したんですよね。お金を払って依頼しようかなと思ったら、なんかケンさんと僕とのまあ友情の証だってことで、お金は本当はもうかなり韓国でもセブンイレブンさんとかニコンさんとか結構大手な
あとサムソンとか大手な方と取引されてる方なんですけど、なんとまあ無料でやっていただいて、ずっと交流が続いてるって感じで、非常になんか韓国らしからぬなんかこっちおしゃれなデザインをやられた方で、こんな感じ。はい、貼り方もセンスあるけど、スタンプの僕は押し方にすごい、そう最初の時からね、あのかっこいいよね、すごいかっこよく押してるなと。これもだから僕その舞妓さんと一緒で、これ旅じゃないですか。だけどもうコロナで旅なくなっちゃって、俺何にで、まあ、自分ワークショップやってたんだけどそれもできなくなっちゃって、俺って何者なんだろうと思った時に、なんか今まではこいつはずっと棚に詰まってたんだけど、これを出して、まあ、とりあえず素材はあるのに何も使わずに置いてたんですよね。もう押すしかないなみたいな感じで。使ってない。そうか。そうなんです。やっぱ使わないと買ったものってもったいないじゃないですか。これ、まあ、まあ多分みんなそうだけど、コレクターじゃないじゃないですか。コレクターでは。ちょっとコレクターです。まあ、まあでも違うね、でもまだその時じゃないっていうだけのことですよね。コレクターの人もいて僕はいいと思います。そうだよ、いいよ、うん、だって所持したいっていう、ね、メーカーさんは買ってもらわないと、あのね、存続しないと思うんで、僕とかはなんかやっぱ使わないともったいないなと思って、旅できない代わりにこれになったり、あとまあ最近だとその日常のまあイベント行ってきましたとか、このさ、なんかあのこれ台湾だっけ、なんか、ね、台湾のカレンダー、台湾だと思ったら本当は中国のやつらしくて、でもなんかそれあれいいよね、日めくりすごくアクセントとかっていう感じで、ちょっと泊まって遊びに行った時のやつを、まあ、この前これ舞妓さんとかのね、やつとか、まあ、こうどこ行った時にこう貼るっていう感じで、まあ、これ、まあ、2日前か、まあ、ちょっとやってなる最中だけどって感じで、なんか旅に行かないかに僕もこんな感じになって、で本当旅に行けないから、ちょっと待って、オリイカさんの前でオリイカさん見るのこれ。で最近は、ね、日記始めて、そのやっぱ何もできないから、こうやってたらこうこっちの方がやってると、こんな感じで、あの絵日記を始め出して、でまあ元々絵なんて全然描いてこなかったんで、もうテレビ見ながら、まあ、マツケンサンバ書いて、まあ、オリヒカさん書いてみたいとか、オリヒカさんといえばサスペンダーなんで、オリヒカさん、ちょっと後ろを向いてもらって、ちょっとその絵と申し訳ないですけど、ちょっとそうですね、いいですね、これ。ちょっと指差してもらって、オソイさん、オリヒカさん、いいですね、ありがとうございます。こんな感じでこう絵日記をこう書き出すようになって、初めはやっぱペンをよく知らないからユニボール1っていうのを使って、これすごくいい絵だよね、私最初見た時びっくりして、すごいいい絵だなと思って、だんだんこのユニボール1はちょっとくっきりとしたペンなんですけど、なんかその後にマイドライナーっていうちょっとやんわりとしたやつを知って、ちょっとトーンがちょっとダウンしちゃうっていうなんか感じになっちゃう。そしてペン沼にで、その時はなんでみんなペンケースなんて持ってんだろう、ペンなんてそんな1本でいいんじゃないのって思ってたら、自分が気づいたらペンケースが 4,5 千もするペンケースを買うようになり、ポリポリしてるじゃないですか、結構入ってらっしゃいますね。ちょっとコレクションを見せていただきましょう。なんか、病は気からと言いますが、気持ちだけでもなんともならないっていう。ユニボールはいいっすね。お金がかかっちゃうけど、でもまあ今はあの旅行は行けないけど、日常もこんな風になってて、お金、まあ、結局今、ね、文房具のせいで旅行も文房具のために合わせてこんな、ね、千葉県から来ちゃうっていう感じなんで、なかなか大変ですけど、まあ、旅行に行けなくなったから、海外に行けなくなったから、まあ、逆に良かったのかなって、多分行ってたら、多分ね、あのこういうあの名古屋とかも来てなかったかもしれない。あれだね、できることをさ、やるしかないし、できる範囲で楽しむってことだよね。すいません、長々と。
ーカーさんのリーカーさん。うまそう。建築士が OK 言ってるから違法建築じゃない。違法建築じゃない。130センチだそうです。いくつですか？130です。130。この辺ぐらいある。すごい。わわわわわ。天むすび。天むす。天むすを。天むすを。香港からもいらっしゃいませ。あ